今日パンパンキッズ TV で遊ぶのはバランスゲームドラえもんだらけだよ。うわあ、ドラえもんがたくさんいるね。どんなドラえもんがいるんだろう。泣いてるドラえもん、困っているドラえもん、ゴロゴロしているドラえもん、他にはどんな違いがあるかな。じゃあ今度は背を比べてみよう。立っているドラえもんが一番大きいね。次に背が高いのは座っているドラえもんだ。これとこれとこれ、3人いるよ。あ、寝ているドラえもんもいるぞ。そして一番小さいのはミニドラだ。じゃあ遊んでみよう。このタイムマシンにドラえもんが何体乗るかな。一緒に数えてみよう。まずは一つ、よいしょ。二つ目、えい。三体目、大丈夫かな。それ、四体目だ。ここにしよう。次は五体目、ここに置こう。よし、この調子で六体目。戻れドラえもん、やり直し。うん、今度は上手に打てたね。じゃあ今からスピードアップしていくよ。7体目。あ、また落ちた。もう一回。よし、オッケー。8体目、9体目、そいや10体目、おりゃ11体目、12。よし、残りはあと一つだけ。さっきからくるくる回っている、あ、こいつだ。これを持ち上げてゆっくり慎重に頑張れ。できたー。ドラえもんが全部乗っかったね。よーくできました。もう一度ドラえもんの数を数えてみよう。1つ、2つ、3つ。あ、でも大丈夫。3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、と。11、12、13。みんなよくできました。また遊ぼうね。このマークを押すと他の面白い動画も見られるよ。みんな見てね。